ラダ・ミッチェルはオーストラリアの女優。オーストラリアのメルボルン出身。母親はモデルから転身したデザイナーで、父親は映画制作者だった。両親ともにヒンドゥー教に造形が深かったため、ファーストネームのラダの由来はヒンドゥー教の神とされるクリシュナのソウルメイトである。ビクトリア州にある私立高校出身。1988年に オーストラリア国内のテレビドラマ、シュガースパイスでキャリアをスタート。その後も国内のソープオペラなどに出演してキャリアを重ねていく。1997年にハイアートで主役を演じたあたりから徐々に知名度も上がっていき、ハリウッドへも進出。ビンディーゼル主演の SF 映画、ピッチブラックでは力強いキャラクターを演じ、徐々に女優としての地位を確立。 デンゼル・ワシントンと共演したマイ・ボディ・ガードやコリン・ファレル主演のフォーン・ブース、ジョニー・デップ主演のネバーランドなどの話題作へも出演。その後も着実にキャリアを重ねウディアレン監督のメリンダとメリンダや日本のビデオゲームを原作としたホラー、サイレントヒルなどで主役を演じている。2013年に制作のドラマシリーズレッド・ウィドウでも主人公を演じている。 ありがとうございます。